セルロースは β 1 4D グルカンであり、グルコースが β 1 4グリコシド結合で直鎖状につながっている。β グルカンとは、グルコースがグリコシド結合で連なった多糖であるグルカンのうち、β グリコシド結合でつながった、重合体の総称である。植物や菌類、細菌など自然界に広く分布し、タモギタケ、アガリクスやメシマコブ、 霊子などに由来する β グルカンは、免疫不活作用、生眼作用を持つとされる。単に β グルカンといった場合は、通常 β マイナス1、3グルカンのことを指す。β グルカンは、結合様式により、様々な名称を持つ。1940年代には、酵母から抽出した混合物の免疫特性が研究されており、1941年、ルイスピレマーは、 酵母細胞壁抽出物にザイモ酸と名付けた。ザイモ酸は1943年に時点にも登録されている。1958年にディカルロとフィオーレによってザイモ酸の50の60%がグルカンであることが確認された。1961年にはリッチとディルツヨによってザイモ酸の活性成分がベータマイナス1。 サングルカンであることが確認された。穀物及び金類製品は何世紀にもわたって医薬品や化粧品用途として使用されてきた。しかしながらベータグルカンの特異的な機能性について20世紀になるまで調査されていなかった。ベータグルカンは最初チー類から発見され、その後すぐに大麦からも発見された。1981年に コレステロール低下作用が報告されたオート麦 β、グルカンは特に注目された。1997年、FDA は1日あたり 3.0g のオート麦 β グルカン摂取は、コレステロールと感情動脈精神疾患のリスクを低下させるという、効能表示文言を承認した。承認された文言は後に修正され、次のエラインに含まれる β グルカンが追加されている。ロールドーズ、 オート麦フスマ、オート麦全粒粉、オトリム、オオムギ全粒粉、オオムギベータ繊維。許容される、表示の例、飽和脂肪酸と、コレステロールが少ない食事の一種である、オートミール由来の可溶性食物性には、心疾患のリスクを減少させます。この効果を得るのに必要な1日あたりの量である 3.0g の、うち 0.75g のベータグルカン。 水溶性繊維を一杯のオートミールは供給します。この健康強調表示の表現は、連邦官二21号連邦規則集101.81、特定の食品に由来する、可用性繊維及び、肝情動脈伸縮管のリスクに記載されている。グルカンは、D グルコース6因管ンンが直線的に結合しているが、由来により様々な結合様式が見られる。 最も典型的な β グルカンは1、3グリコシド結合を骨格とする。厳密には、β グルカンは、β 型グリコシド結合によってつながった D、グルコース差の多頭類であるが、慣例的には、すべての βD グルコース多頭類が、β グルカンとして分類されるわけではない。セルロースは β 1、4D グルカンの直差乗高分子であるが、不要性であり、 他の穀物や酵母 β グルカンとは物理科学的性質が異なるため一般的には β グルカンとはみなされない。いくつかの β グルカン分子は主差である β グルカン骨格の結合部位とは別の位に分岐グルコース側差を持つ。さらにこれらの側差はパリーサカアイド系のようにタンパク質のような他のタイプの分子が結合していることもある。 最も一般的な β グルカンの形態は D グルコースが β マイナス1、3結合したものである。酵母及び菌類の β グルカンには1、6結合の分岐があり、穀物 β グルカンには β マイナス1、3と β マイナス1、4結合の骨格が見られる。即座の導入率1、長さは免疫調節機能に影響があると推測される。分子量 形状、構造の違いは、生理活性に影響する。シイタケは、ベータグルカンを含むベータグルカンは、細菌、真菌、酵母、オート麦、オオ麦といった穀物の細胞兵器を構成する、天然成分である。各タイプのベータグルカンは、分子骨格、分岐レベル、分子量の違いを持ち、溶解性や、生理的性質へ影響する。最も一般的な、ベータマイナス1、 サングルカンの供給元はパン酵母の細胞兵器である。酵母由来のベータマイナス1、サングルカンしばしば不要性である。しかし、ベータグルカンはオート麦やオ麦、または頻度はずっと低いガライ麦や小麦といった、いくつかの穀物のふすまより抽出される。他の供給源としていくつかの海藻や、霊子、コフキサルの腰掛け、シイタケ、チャーが、 マイタケといった特別なキノコ類が知られている。タモギタケには、ベータ、ディーグルカンが豊富に含まれている、オート麦、オオムギ、コムギ、ライ麦由来の穀物ベータグルカンは健康に良い、影響を与える、様々な生理的性質を持つ。オート麦及びオオムギ由来ベータグルカンは、高コレステロール血症患者を対象に、血糖値調整効果について研究されている。 穀物 β グルカンの骨格には β マイナス1、3結合と β マイナス1、4結合が混在しており、分岐は見られない。オート麦とオ麦では3両体と4両体の1、4結合の比に違いが見られる。オ麦ムの1、4結合による15度は4よりも大きい。しかし、オ麦の大部分は3両体か4両体である。オート麦では、ベータグルカンは、 国流の排乳で主に見られ、特に排乳の外装に見られる。主治のキノコ類で、ベータグルカンが確認されている。タモギタケ、シイタケ、マイタケ、スエヒロタケ等に含まれるベータグルカンは、直差ベータマイナス1、3グルカン骨格に、ベータマイナス1、6結合で、グルコース残機が一つ結合している。シイタケのベータグルカンである、レンチナン,ンは5、2の割合で、 グルコース残機の分岐を持つ。マイタケのベータグルカンはグリホランと呼ばれ、スエヒロタケのベータグルカンはシゾフィランと呼ばれる。酵母の細胞壁に見られるベータグルカンは直差ベータマイナス1、3結合の骨格から30残機の即差がベータマイナス1、6結合し分岐している。1990年代に行われた一ン症試験で PGG グルカンの高リスク手術患者での感染への影響が評価された。これらの研究において PGG グルカンは優位な減少を示した。蛍光投与された酵母グルカンはアレルギー性鼻炎の原因となるサイトカインイルマイナス4及びイルマイナス5を減少させイルマイナス12レベルを上昇させたと報告されている。階層 特に昆布属に多く含まれる β グルカンである。ラミナランは直差 β マイナス1、3グルカン骨格に β マイナス1、6グリコシド結合でわずかに即差が結合していると報告されている。ラミナランは他の β グルカンと比較すると分子量が小さく末端残機にマンニトールのようなグルコース以外の担当が結合している。土壌細菌から抽出された β グルカンである。 カードランは分岐がない直鎖状の β−1、サングルカンである。ユーグレナが含有する β グルカンである。パラミロンも分岐がない直鎖状の β−1、サングルカンである。超細胞は β−1、サングルお及び類似の化合物の細胞兵器を超えてのリンパへの輸送を促進し、リンパにおいてマクルファージと相互作用し免疫機能を活性化する。 放射能標識による検証で、β グルカンの小さい断片及び大きい断片が、結成中に見出され、これらが長官より吸収されたことが示唆されている。パイエル板上に存在する M 細胞は不要性の、グルカン粒子全体を長官関連リンパ組織へ、物理的に輸送する。デクチンマイナス1とは β マイナス1、3グルカン及び β、β マイナス1、6グルカンの受容体であり、 C 型レクチンに属する。人のデクチン1は9つのアイソフォームが存在する。ベータグルカンの構造により結合性が異なり、分子量が数十万以上のマイナスベータ D グルカンへの結合性が高い。また、オリゴ領域では10等以上のものを認識し、結合する。マクルファージや樹状細胞は、デクチン1でベータグルカンを認識する。 デクチン1は T 細胞との相互作用を促進すると推測される。心筋細胞壁成分の50%以上を占める β グルカンを特異的に認識するデクチン1は TLRS と並んで心筋感染に対する防御応答において重要な役割を果たしていると考えられる。しかしながらデクチン1による心筋の認識は β グルカンが露出する。 限られた形態の時にしか起こらない。例えば、カンディダアルビカンスは公母型と禁止型の2つの形態を取るが、デクチン1は公母型とは結合するが、禁止型とは、ほとんど結合しない。デクチン1ノックアウトマウス由来の受状細胞では、本来誘導されるはずの TN 解散性が認められず、ベータグルカンによる免疫不活活性にデクチン1が必須であることが、 明らかとなっている。マウスへのデクチン1中和抗体投与により、ベータグルカンによる抗腫瘍活性発現が優位に低下し、腫用が増殖した。これより、デクチン1はベータグルカンの抗腫瘍活性発現においても重要な役割を果たしていることが示唆されている。公母中の細胞壁にあるベータグルカンには1、3グルカンに加え、1、6グルカンも含まれる。 1990年代からの人体への臨床試験によって PGG グルカンがリスクの高い外科手術に起因する病気に感染した患者に与える影響が評価されている。これらの研究においては PGG グルカンが合併症を大きく減少させたことが明らかになっている。β1、3D グルカンが生体内に入ると免疫細胞に働きかけて 悪性新生物を攻撃させたり、抗酸化酵素に働きかけて、ラジカル消去効果を高めたりするという全医療統計学的実験論文も公表されている。一方、2007年に発表された酵母細胞壁画分の実験では、抗酸化作用はベータグルカンそのものよりも酵母細胞壁タンパク質によるものが大きいと結論づけている。酵母ベータ1 3D グルカンの持つ抗酸化作用、規則については前日の通り2008年6月末現在では未解明な部分が多い。1980年代後半から2000年代にかけて一部研究者の手によって後部から抽出した β1、3D グルカンの持つ抗酸化作用の有無に関する実験検証が行われていることは上述されている。実験検証の多くは 酵母細胞壁から抽出した β1、3D グル感覚分が示せけする抗酸化作用の現象を捉えたものではなかろうか。もし酵母細胞壁から抽出した β1、3D グル感自体に抗酸化作用があるとすれば、この多頭物質にはそれまでに実証が試みられていた免疫調整機能とは別の抗酸化環境維持能のような機能があるのではないかということも否定できない。 例えば、1987年血液病理学誌、ジャーナル・オブ・ルーカスイ k a Suit b 42では、酵母細胞壁から抽出した β グルカンが放射線被曝したマウスで増血機能を回復するという実験論文、グルカン、メカニズムスインボルブドインイッツレイディオプラテクティブエフェクトが発表されているが、著者はこの中で、副次的実験結果として β グルカンの持つ ラジカル補足能について記している。酵母細胞壁から抽出した β1、3D グルカンを含む、高分した糖成分が、抗酸化作用に関わっているのかということについては、より精細かつ具体的な検証が期待される。酵母 β グルカンが、免疫細胞を刺激する、という前提に基づいて1994年以来、この物質が、 中枢神経組織の免疫細胞にも影響を及ぼすのかという実験が進められているようであるが対象である。非常に大くくじない言い方をすれば、これら実験報告はマイクログリアは酵母 β グルガンによって刺激され活性されるが、周囲の神経細胞に害を及ぼすような過剰な免疫反応は起こさないといった検証を試みているものであろう。 1970年代以降2011年まで、酵母作家ロミセスセラビシを生成して得られる、ベータ 1-3D グルカンには、免疫細胞を刺激し、骨髄の増殖作用を促す作用を示す研究が、主として、米国のジャーナルで発表されてきたようである。その作用に関連して、放射線を被爆させたマウスに、ベータ1-3グルカンを承知し、被爆によって減少した、白血球、 結晶板、ヘマトクリットなどの回復を計測した実験が、米国研究人によって1986年に、免疫医療士 J、バイルレスポンスモッドに発表されている。同実験を発表した研究グループの一員は6年後の1992年にも、ベータグルカンがマウスの免疫細胞の活性と抗酸化物質の生成に寄与したという別の実験論文を発表しているようである。 共に、論文は英語であるが、後者の論文タイトルは日本語で、放射線被爆マウスに及ぼす、水溶性グルカンと、粒状グルカンの比較効果となる。こうした実験は放射線を被爆した動物に工房、生成した、ベータグルカンを与えて、生体機能の変化を観察したものであろう。2011年3月の時点では、ベータグルカンが、被爆前に放射線を防護したといういわば、 シェルター機能の研究はないと思われる。ベータグルカンによってアレルギーの増悪が起きることが報告されている。もともとアレルゲンの多くに心菌が存在しその多くが細胞壁にベータグルカンを有していることから免疫細胞がこれを検知することでアレルギーが増悪するのではないかと考えられる。またインドメタシンやアスピリントベータグルカンが同時に投与されたとき、 ラットに知死的な毒性が現れた。この際サイトカインの異常高値が確認されている。ありがとうございます。